さん、こんにちは。お好み焼きかミキティです。こちら広島のお好み焼きこだわりセットを使った美味しいお好み焼きの作り方をご紹介します。今回は広島お好み焼きを美味しく作るポイントを5つご紹介します。それでは早速作っていきましょう。広島のお好み焼きといえばキャベツをたっぷり使うのが特徴ですよね。まずキャベツを千切りに切っていきます。芯に対して直角に包丁を入れていきます。長さを取るために斜めから包丁を回しながら切っていきますよ。それでは焼いていきます。ここでポイント1つ目、生地を焼く時の温度は160度から180度の弱火で引いていきます。お玉に生地をすくって全部落とします。真ん中だけ小さく5回ぐらい回して、下が薄く見えてきたら外に広げていきましょう。同じところを通らないように全体が薄くなるように広げます。2つ目、キャベツの水分を確認しましょう。触ってみて水分が少なかったら少し水をかけてあげると火が通りやすくなります。のせるときはふんわりとのせていきましょう。生地が見えなくなるように全体的に広げます。自分から見て縦方向に並べてあげるとひっくり返しやすいです。ここでポイント3、ひっくり返す前にホットプレートの温度を最大に上げておきましょう。ヘラを上から短めに持ちます。横から入れて持ち上げて手を奥に伸ばして自分の方に返していきましょう。ではいきます。1、2の3、高温でひっくり返すことで豚肉がしっかりと焼けるだけでなく蒸気がたくさん出てキャベツがしっかりと蒸れてくれます。今の状態はこれぐらいですね。こんがりきつね色までしっかりと焼いてあげます。ここでポイント4、肉がしっかり焼けたら温度を180度に戻してキャベツをしっかりと蒸らしていきます。キャベツをしっかりと蒸らすためにお好み焼きに空気を入れるように横から挟んでマッサージをするように動かしてみてください。蒸気の通り道が変わって早くキャベツが蒸れますよ。
しそばソースをかけます。使う量は3本線ぐらいです。ヘラの角を使って炒めてあげると麺が切れずに炒めることができます。お好み焼きよりも少し大きい大きさに麺を広げましょう。焼きを上に乗せていきます。ここでお好み焼きを押さえます。押さえるときは真ん中が深くなるように押さえてあげると仕上がりが美味しそうにできますよ。最後は卵で仕上げていきましょう。ここでポイント5つ目、卵はスピード勝負です。卵が半熟のうちに仕上げていきます。身を素早く潰しながら混ぜます。ヘラの背中側で優しく広げたい方向に伸ばしてあげて、卵が半熟のうちにお好み焼きを素早く乗せます。すぐに押さえて卵とお蕎麦をくっつけてあげましょう。30秒ぐらいして卵が焼けてきたら、卵とホットプレートを剥がします。ヘラを下からグッと入れて持ち上げるようにすると卵が剥がれやすいです。動くようになればヘラを上から持って自分の方にもう一度ひっくり返しましょう。ソースをかけていきます。青のりをかけて、広島お好み焼き完成しました。美味しそうです。お家でもキャベツたっぷりのお好み焼き、皆さんもぜひ作ってみてくださいね。